はじめの一歩を応援する音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。金管楽器奏者の皆さん、バルブオイルどこの使ってらっしゃいますか？オイルなんてどれでも一緒だよって思ってらっしゃる方、違います、違います。今日はおすすめのオイルを紹介します。はい、おすすめのオイルなんですけども、結論から言いますとこちら、ヘッドマンのバルブオイルをおすすめしています。私個人も実はこのヘッドマンのオイル愛用してるんですけども、何がいいのかなんですね。何がいいのか、まずですね、ヘッドマンのオイルっていうのは、ピストン、ライトピストン、クラシックピストンと3種類あります。何が違うのかと言いますと、このライトピストンっていうオイル、こちらはですね、まあ、新しい楽器 買われてから1年から3年ぐらいの楽器用に使われるオイルです。逆に、クラシックピストン、こちらはですね、まあ、5年以上もっとかな、7年以上ぐらいの、まあ、ちょっと古い楽器に使う、オイルです。この2つのオイル何が違うのかと言いますと、粘度が違うんですね。粘度って分かりますかね。オイルがどんだけネバネバしているかなんですね。新しい楽器のピストンありますよね。ピストン押すところはですね、そんなに使ってないので削れてないんです。削れてないということは、バルブケーシングっていう、こうバルブが入っている部分と、ピストンの部分があんまりこう隙間がないわけですね。ですのでライトピストンというのはサラッサラのオイルです。逆にクラシックピストン、古い、金管楽器の場合使ってますので、バルブを削れてるんですね。気づかないうちにどん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 削れていってます。削れると、隙間ができるわけです。その隙間を埋めるために粘度の高いオイルが入ってます。こういうふうな、その楽器の年数に応じていろんなオイルを使い分けするっていう考え方を持ち込んだのがこのヘッドマンのオイルが最初なんですね。今はもうヤマハのオイルも4種類ぐらいあるんですけども、やはり質はヘッドマンの方が上です。あと、まあ、余談なんですけども、唾液と反応してバルブオイルって結構悪さをするんです。カルシウムと反応して中にね固まっちゃったりするんですけども、このヘッドマンのオイル、もちろんヘッドマンのオイルでも固まるんですけども、固まりがやや少ないというふうに言われています。いろんなオイル今本当に出てますけども、今のオイルじゃなくて他のオイル変えたいなとか、そういうふうに思われている方、ぜひ一度このヘッドマンのオイルを試してみてください。お値段もねちょっとだけ高いんですけども、絶対損しないと思います。私も使ってるヘッドマンのオイル、ぜひ一度お試しください。平瀬楽器の動画チャンネルでは、音楽教師の情報、楽器のお手入れ、豆知識、セール情報、地域の情報などなど、情報満載で、いろんな動画を作ってお送りしております。本日の動画ちょっと面白いなと思っていただいた方は、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ホームページにもぜひ遊びに来てくださいね。よろしくお願いします。